やってきちゃったぞ。かいひろみのせーのこえどもイエーイ。皆さん今日はどこに来たと思いますか？なんとなく答えは出てる気はしますけれども、今日はでるんお宝アットマーケット町田店に来てしまいました。もうね片手になぜだかミニ四駆を持っているっていうことですから、今日はねミニ四駆の今度行われる大会に向けてかえちゃん一生懸命練習したいと思います。なんとですね、ここにはお宝アットマーケットには見てください、どうぞ、ミニ四駆のこんなに大きなコースがあるんですよ。これはね胸走りがしてきますね。かえちゃんも胸走りしてきちゃう。なんでちょっと早速なんでね、かえちゃんまずですよ、まず何も今までのノーマルのアバンテマーク2、今まで頑張ってきたアバンテマーク2、替え玉チームの中では多分一番速かったですよ。結構な速さでした。それのタイムをまずちょっと調べてみたいなと思います。どうやらねこの大きなコースなんですけれども、3月20日の品川で行われる大会に向けたもう模擬コースみたいな大体再現しているという、ちょっとねレーンが増減されてますけれども、ほぼ模擬でこの大会に向けてのコースだということで、ちょっとこれ気になるね。まずやってみましょう。さあかえちゃんのアバンテマックス頑張るよ。大丈夫だよ、なんかタイヤもわさわさいってるけど大丈夫だよね。いきまーす、レディーゴー。アバンテマーク2のタイムでるん34秒72。いいタイムなんじゃない？なんか40秒台いってないっていうところがもしかしたら結構いいレベルかもしれない。みんなの平均どれぐらいなんだろうね。ここで一句、アバンテを走らせ大会胸ワクワク。ありがとうございます。なんか34秒なら私大会どうしよう、結構いけちゃうかもしれない、結構な順位でいけちゃうかもしれない。頑張ります。替え玉にありがとうございます。毎日返していきますのでよろしくお願いします。